れだけ素晴らしいシンガーなのに本当に腰も低くて人の心をなんか読んでもう気遣える、本当に人間としても素晴らしい、だからこそあれだけね、もうみんなに兄貴兄貴と慕われているんだなと思いますね。本当に今や日本で指折りのもうハードロックヘビーメタルシンガーじゃないですか。大変だと思うね、ボーカリストってずっと維持してるっていうか、それもずっとやってるっていうのはやっぱりもう本当すごいな、うん、止まると死ぬんでね、死なれると困るんで、まあただとにかく体と喉には気をつけて、やっぱりすごいすごい兄貴ですよ、もうソウルメイトとしか言いようがないんですが、まあ多分どっちかが死ぬまでは付き合っていけるロッカーどうしてるかなと。兄貴はその自分にとってはすごくやっぱりいてくれないと自分も成り立たないし、兄貴にとっても僕がいないとダメだっていう、まあ、言ってもらえるようにやっぱりすごく仕事をしたいと思って、そのぐらいやっぱり自分の中ではすごく大きな存在、周りをこう飲み込んでいく大きな渦っていう感じがしてます。僕はいやでもずるいですよね、僕はもう一人でコツコツ曲書いてアレンジして、ギターもベースもキーボードもレコーディングしてやっているんですけど、兄貴の方はボーカルのゲストがいっぱい、僕の方もねもう素敵なゲストも当然いるんですけど、でもなんかそれを超える人数とね、まあ兄貴の人徳っていうところもあるのかなって思いつつも羨ましいななんて思いましたけどね、もう僕一人で孤独でしたよ。ちょっと大きい存在ですよね、常にこう僕が叩いてる前にいてくれるって安心もするし、なんか背中を見てずっと叩いてられればなっていうのは思います。一言で言うとですね、もう野生の塊じゃないでしょうか酒飲みです北海道ですかねでかいでかいの北海道ってすごく静かなものからハードなものまで自分の型の中で使えるっていうのがやっぱりケウですよね。すごく一番好きなボーカリストですね。一言で言うと、まあ化け物ですかね。